で最後にこれ幹事長の甘利明さんなんですが、まあ、これはまあ順当というかどうなんですかね、これは何ていうかな、こういう動画で言っていいかちょっと悩ましいところなんだけど、私はね、安倍さんは高市さんを擁立したわけですよね。だけど安倍さんと岸田さんというのは非常に不思議な友情関係にあるんですよ。だから過去安倍さんが勝負どこで岸田さんはあえて出ないとかね、でその間ずっと2人で連絡を取り合ってたんで、今回も高市さんを出したことは結果としては岸田さんに良かったんですよね。もし高市さんが出てなくて河野太郎と岸田に野田聖子だったら、これはこんな盛り上がらなかった。それから全員がリベラルだから、リベラル競争になったら岸田さん負けてたんですよね。その意味では、大きな意味で安倍さんに感謝をしている。で、どう感謝の気持ちを表現するかっていうと、清和会に幹事長職をあげる、この1個だけでよかったんですよ。安倍さんが求めてたのはそれだけなんですよ。ってことは、具体的に清和会で安倍さんが安倍さん本人本か人もしくは萩生田光一萩生田さか、ここら辺のいわゆるその清和会のチーム安倍の人を1人、その幹事長に据えてあげれば、あとはね、もう清和会ゼロでもいいぐらい、党役員はね。ところがそれをやらなかった代わりに清和会の松野博一さんを官房長官にするとか、変なこう幹事長をその安倍さんにあげなかった償いを変なところでしちゃったんですよね。これが松野官房長官だし、そのまあなんとかな、高市さんの政調会長もそうでしょう。で、これはね、安倍さん全然嬉しくない。要するに、ね、怒りにならないんです。だから下手だなと。ただこれはね、その安倍さんとか萩生田さんを幹事長にしてほしくないっていう人が実は宏池会にいっぱいいたんですよね。その声にまた耳を傾けちゃったんですよ。単純に萩生田幹事長そこだけ譲ってあげたら、上にだって麻生さんが副総裁でいるわけだから、これはその何ていうか自分のコントロールも麻生さん経由で聞くわけじゃないですか。でそれ以外はもっと自由にやればよかった。自分のやりたい人事をすればよかったのに、安倍さんが一番欲しかったものをあげなかった償いを変な形でしちゃったというのが、まあ岸田さんらしい優柔不断だね。なんていうか行ってこいっていうかね、上げて取るみたいな、その自分の利益で動くというよりも、ああちょっとあの人これだと怒っちゃうかなみたいな感じで、じゃあ高市さんはまあでも閣僚にしたら安くに行っちゃうしなみたいな、ちょっと追い込まれた人事っていう印象になっちゃいましたよね。なるほど。ちなみにこの松野官房長官っていうのは、ほとんどの人がこう顔と名前が一致しないと思うんですよ。で、僕自身も松野さんって言われて、最初の昔維新にいた松野頼久さんとかを想像しちゃって、あれ松野さん文科大臣あれどんな顔だっけみたいな思っちゃったんですけど、どういう方ですかね、これ多分その永田町に出入りしてる人の中でも、まず松野って言ったら松野頼久さんになっちゃうぐらい、まあ松野さんっていうのは派手な人ですからね。奥さん超美人ですで、ね。それでもう何ていうか政界のサラブレッドだから、野党なのに松野といえば頼久、広勝って誰だっけ、昔の亀井さんみたいなね、亀井って言ったらっていうね、他にも久沖さんとか吉行さんとかいっぱいいたんだけど、亀井といえば静香みたいなので、永田町では松野といえば頼久なんですよ今でも。で松野広勝さんっていう人は、まあ清和会で清和会のまあ重鎮というかもう幹部ですよね。それで、まあ早くから高市さんに入れないんじゃないかと言われていた人なんですね。結局誰に投票したかは私は知りませんけれども、ただ岸田さんとは、岸田さんが政調会長だった時に政調会長は代理をやってるから、まあ親しかったということで、でもだから官房長官って変ですよね。選挙の顔には、だって今顔知らないんだから誰も。だからこれはね、悪手ですよね。安倍さんにおもんぱかって清和会から幹事長上げなかったから官房長官上げたんだけど、安倍さんは1ミリも嬉しくないんですよ。だから岸田さん、なんか全てがうまくいってない感がありますね、もただね、こういうのってパーフェクトな人事ってあんまりないから、そのこれが蓋開けてみたらね、どうなるか分かんないですよ。もたちろん、だ
岸田さんらしいなっていうね、優柔不断、ゆるい、ぬるい、こういう印象は今のところみんなそう思ってるじゃないですか、まあ、最初その菅さんも地味だと言われながらもその実力で黙らせたというかあったじゃないですか。だから松野さんももしかしたら申し訳ないけどないですね。ないですか。あの要するにね、一説ではこれ噂ですよ、はい、岸田さんは自分より地味な官房長官を探したって説があるんですよ。はあ、そう、適齢期って実はすごい少ないから、官房長官ができる人って、閣僚経験があるとか、当選7回以上とか、その中でそうすると例えば高市さんは自分より明らかに目立ちますよね、女性だし弁舌爽やかだし、で河野太郎だってそうですよね、そう、彼のチョイスの中で自分より地味な人を探したら松野さんしかいなかったって言ってる人もいるぐらいなんですよ。僕は違うと思いますよ。ただそういう、その笑い話がね、意外とみんな、あ、そうかもねってなっちゃうぐらい地味だってことなんですよ。なるほど。岸田さんより地味ってもうその辺一般人探しても多分いない難しいぐらいの。あれ前も言ったと思いますけど僕はその TBS の政治記者時代に自民党本部の4階に記者クラブがあるんですね、でそこで1階と4階をこうエレベーターで乗り降りするんだけど、岸田さんはね気配を消す天才なんですよ、はい、で僕記者だから誰かエレベーター一緒になったら、あ、こんにちはって言ってね、挨拶するじゃないですか、岸田さんいても気がつかないんですよ、で岸田さんの横にいる SP が知り合いで、あって言ったら、あ、岸田さんいたみたいな、これ、ね、地味度っていうかね、その、一切こう人に圧力をかけない、こう静かな人って、学校の、ね、クラスにもいたじゃないですか、無能とかそうじゃなくて、気配のない人、これね、もう本当岸田さんそういう人なんですよ、別に背が低いわけでもないしね、その顔見ればみんなわかる人なのに、多分ね、例えば街ですれ違ったらね、100人いたら99人わかんないと思いますよ。いや気づかないでしょうね。こう透明人間のようなね、気配の消す感じで言うと、これはそのまあ彼より地味な人は本当松の広川さんぐらいしかいないです。なるほど。でどうですかね、この閣僚人事、まあ、党役員人事、まあ、閣僚人事はまだ発表はされてないですけど、でももうほとんど全部勝っちゃいましたよね、まあまあ、大事なところはね、はい、あの茂木さんが続投するとか、ね、まあそうですね、はい、でまあその褒めるべきところあえて見つけるとしたら、僕はね一番素晴らしいと思ったのは事務方ですね、はい、ええ、事務方で、あの今までね、その安倍政権がなぜ強かったかって言ったら、はい、これ杉田さん官房副長官が霞が関と要するに一強と言われて、霞が関をもう膝の下にこう組み敷いてた安倍政権をなんとか持ちこたえたのは杉田さんの差配があったからですね、で杉田さん今度ご引退ってことになって、そこにね北村さん、北村茂さんっていうその元 内庁のトップ、それからその NSS の局長、国家安全保障局長、がちょっと病気で手術をされたりして、ちょっと一旦小休止をしてた人を官房副長官にした、これはうまい人事ですよね、これはね霞が関は震え上がるし、しかも財務省出身じゃない、彼は警察出身ですから、それでもう一つもっとびっくりするのは、政策担当秘書、いわゆる筆頭秘書官に、島田隆さんという、元経済産業事務次官の島田さんを抜擢したんですね、これねすっごいうまい人事です、これ事務次官がなるってあんま聞いたことないですけどあの、まずあの新しい政権発足した時に、このいわゆる政策担当というか、いわゆるトップの秘書官、秘書官というのは普通あの警察と外務と財務と経産と、まあ、あとまあ総務とかから、まあ、5人ぐらいが、まあ、中堅若手のエースが秘書官として派遣される、でその上にそのちょい上の、この全体に目配せできる役人を置くか、あるいは飯島さんのようなね、あの総理のいわゆる政策秘書だった人が、秘書官になるか、この2パターンしかないんですね、島田さんのような、与謝野さんの、いわゆるもう右腕と言われた、もう大ベテランの官僚ですよ、その代わり安倍さんも麻生さんも菅さんも岸田さんもみんな知ってる、しかも経済産業省のえげつなさがほとんどない、もう人格はそのもう穏やかで、その性格もいいし頭は切れるしね、しかもね
例の有名なその今井高谷さんの同期、はい、うん、だからもう何ていうかな、で経産省、ええ、そうするとその岸田さんの財務省職を消すにはもうパーフェクトですよね、ええ、だから北村島田の人事はこれはうまい、おう、もしかしたら岸田さんが考えたんじゃないのかもしれないというぐらいうまい、なるほど。でもこの何ですかね、事務方の人事がうまいっていうのもこれもまた地味な岸田さんならではというか、褒めるとこがね今回の人事そこぐらいしかないんですよただねこれはねあのやっぱりすごく大事だから、ええ、官房副長官で皆さん思ってるよりも事務の官房副長官でその長期政権では必ず優秀な人が入ってます、うん、早く終わるところは、ええ、もうそこから崩れていくケースも少なからずあるので、ええ、北村さんだってずっとねずっと官邸にもう住んでる住民票官邸みたいな人ですから、うんうん、で島田さんこと霞ヶ関住民票みたいな人がね、うん、がっちり岸田さんを支えるっていうのはこれは安定政権を狙ってる、ええ、非常にすごい人事、ただ、うん、政治家の差配はねこれで選挙勝てますかっていう意味においては、うん、ビッグクエスチョンマークが残っちゃった、うん、ただ、まあ、とはいえ、まあ、次の総選挙次第ですけれども大丈夫ですか、どう思います、いやどうですかねって言っても野党の支持率も今立憲が 3% ぐらいじゃないですか、ただね、その、もう一個岸田さんが緩いのは、日程の立て方が緩いんですよ、今はそのもう来週月曜日4日召集があって、はい、これがね例えば安倍とか麻生だったら絶対その週の金曜日に解散打ってます、うんうんうん、打てるんだから、4日の召集は菅さんがなぜか決めちゃったからこの土日がもうこうずるずるね、なんか財務省は鈴木俊一さんとかずるずる出ちゃってるけど、はい、これも菅さんがなぜか自分で決めちゃったんですね、本来は新総裁が日程決めるのに、うん、でそれはそれでしょうがないとしたら、あもうね国会っていうのは新総理にとってはリスクでしかないんですね、うん、だからまず華やかに首班指名があったらまずそこで解散したっていい、本当は国会開けば開くほどまあボロが出ますよね、ボロが出るし、うん、それから今までの例で言うと新閣僚、うん、首班指名の後組閣しますよね、そうメディアと野党は各新閣僚の事務所費とかスキャンダルとかを死ぬ気で掘るわけです、うん、第一次安倍政権ってまずそれで崩れてった、もうそういう事例はもうみんな腐るほど知ってるから、その就任から解散は近もう短け短いほどいいのに、どうもね来週解散しないっていう説が主流で、でも15日ぐらいに解散して投開票が11月中旬だって見方が、これはねまたリスクを抱えちゃう、それはどうもあの今月末のローマで行われる G7 首脳サミットをにそれがその解散総選挙の最中だと、その例えば総理として自分が行ったら選挙を戦うその間事務方をみんな連れていかなきゃいけないから、それを考えたっていう説もあるんだけど、どっちが大事なんですかと、あなたの政権が安定して長く続くかどうかこの総選挙がまず第一ハードルなんですよと、というところがきちんと自分の危機感スケジュール感課題の傾聴が分かってたら、僕はもう来週解散すべきだと思うんですね、それがまあすぐ解散を打たない、官房長官松野博一幹事長あまりってこれ盛り上がりが全く起きない体制を組んどいてリスクだけ増やしてる、これね優柔不断&緩くてぬるい岸田さんのこれが大きな落とし穴にならないといいなと、僕はいいなっていうのはねあれだけど、無駄にこの荒れた政局を今あったらこれ日本国にとってもコロナ禍どうするって話ですから、まあもっとこうなんていうかな厳しい筋肉質なね、締まったその日程と人事をした方が良かったんじゃないかと、まあ私は思ってる、心配してるところですよね、はい、なるほど。ということで、まあ、岸田さん、まあ、人の話を聞くのはいいですけど、まあ、人の話をよりこちらの、ね、保守派の話にも耳を傾けていただきたいところですが、よろしくお願いします。ありがとうございました。